今日から YouTube スタート。映画道を歩み続け早18年、あの日一つの決断をした。それは自分自身が表舞台に飛び出すことだった。この記録は人生をかけた熱い熱い挑戦だ。さあ準備はいいか監督。お前の底力見せてみろよ。本番行きます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。監督、初めてゲットしたフィギュアなんですけども、2021年の7月にクレーンゲームで撮ったのがこちらなんですよね。鬼滅の刃、ネズコと、誰だっけ、推しなのにわからない、忘れた、誰だっけ、源五郎じゃなくて銀次郎じゃなくて小五郎じゃなくて、誰だっけ、わかった、源也。こちら原野ですね、ゲットしたのが始まり、それからですね約8ヶ月経ちました現状をお見せします。はい、というわけでフィギュアコレクターになってしまいました。自分でもびっくりです。まあ、そんなわけで監督ね、周りにフィギュアコレクターがいません。まあ、趣味程度でちょっと持ってる方はいるんですけども、というわけでアニメはもちろんフィギュアをもっともっと知りたい、共有をしたい、というわけでですね、通常のアカウントとは別に監督ラボアニオタブというものをですね立ち上げました。こちらのアカウントに関してとりあえず自分がツイートした記事をいいねかフォローかリツイートかコメントしてくれた方を強制的にフォローしていくという、もういろんな情報が来るのね。例えばこの短編映画めちゃくちゃいいよって言ったら、その主演の女の子のファンたちがフォローしてくるから、一時期そのアイドルの女の子のやつになったりとか、あとインド映画これめちゃくちゃいいよって言ったら、もうインドの国の人がフォローしてきて、もうツイッターのタイムラインがこう何号みたいな感じになったりとか、はちゃめちゃなんです。はい、というわけでですね、新たに立ち上げたんですけども、いや本当にいいね、自分が欲しい情報をピンポイントに、もう特にワンピース情報めちゃくちゃ助かる。というわけでですね、こうやってツイッターで遡っていたところに、なんだこのリペイント、おー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 、マジか、見つけました。フィギュアをねリペイントされてる方を、ツイッターアカウント松人さんという方ですね、ちょうどもう本当にねタイミング良かった、フォロワー500名記念といって、フィギュア1体を5000円でリペイントしてくれるというキャンペーン期間でした。通常は8000円から1万円くらいかかるそうなんですけども、どんな方でも依頼はできるというわけで、早速 DM をしましたところお返事返ってきまして、今回に関しては渋い塗装限定ですが、プライズフィギュアサイズまでですと5000円でやっていただけるというわけで、リペイントフィギュア先にご紹介したいと思います。まずこちらウルティさんでございます。通常カラー版持ってるんですけども、こっちがリペイントカラー版ですね。こんな感じで明らかに違いますよね。オスバマスク、はい、こちらですね、リペイントされております。これはね元のやつは持ってないんですけども、あと最近届いたのがマルコ、こちら、うーわーすごいでございます。はい、というわけで DM を送りましたところ、やってますよ、大丈夫ですよ、フィギュアはどちらになりますかというわけでですね、で迷うんだよね監督、フィギュアめちゃくちゃ持っております。で今回はどれにしようか、美少女フィギュアをがっつりやってもらうのか、それとも渋い感じのフィギュアをやってもらうのか、キングオブアーティストという種類なんですけども、やばい、それやめて、はい、これプライスね、こちらの3体ですね、監督も購入させていただいております。このフィギュアね、今手元にあるのがですね、おでん、そしてルフィ、あ、というわけでもうかっこいい、もう見てと、迷っていたのがこれはね、写真見た時びっくりした、めちゃくちゃかっこいいルフィ、これ何シリーズかちょっとわからないですけど、ちょっと出しておきますね。はい、このフィギュアどれにしようかとめちゃくちゃ迷った挙句ですね、こちらとこちら迷っております。というわけで、あの言い方お気づきでしょうか、リペイントがより映えるのはロジャーですかね。
ロジャーでお願いします。というわけで早速ロジャーを送らせていただきました。ちなみにロジャーを知らない方、まあワンピースで見たことあったらこれ聞いたことあるのかなと思うんですけど、ちょっとこんな感じです。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世の全てをそこに置いてきた。男たちはグランドラインを目指し夢を追いかけ続ける、世はまさに大海賊時代という感じです。まあ本当はお金があればね、もう2体やられたんですけども、いかんせん危険でございます。5000円と送料850円込みで、まず5850円を振り込みさせていただきました。そして自分で送る際もお金かかるんですけども、いやでもそれでもね、あのクオリティを見てしまったら、はい、月曜日に送りまして、金曜日にですね DM が来ました。こういった形でですね、こんな感じになりますがいかがでしょうかと来るんですよ。ちなみに指摘があれば修正も可能で、ただし引き合わせになかったことや追加の場合は別途料金が発生してしまう可能性があります。というわけでですね、まあ、修正ないでしょう。もう見た瞬間うわってなりましたね。もう何も言うことありません。というわけで早速こちら、まあ、この写真でね見てるんですけども、いやいやいや、ちょっととても楽しみでございます。あー、いやー楽しみすぎる。はいはい、おお、あー車っております。こちらこんな感じで、まずこのロジャーは最後に出させていただきます。このパーツからいきましょうか。わー見てください、こちら。はい、この台座なんですけども、種類は違いますが、ルフィの台座、真っ黒い感じでもうシンプルなんですよ。それがじゃじゃん、うわー、これどういう風になってんの、これもう世界広がってるんじゃないですか。というわけでめちゃくちゃおしゃれ、ありがとうございます。続きまして、ロジャーに関してはですね、小物パーツがもう一個入っておりまして、手の持つ部分ですね、そちらもリペイントされているのかな。うわー、これまたすごいですね。多分こんなに古びた感はなかったと思います。うわ、では早速本題いきましょうか。はい、こちら楽しみだ楽しみだ、この辺かな。よし、うわうわうわ、ちょっと待って、やばいぞこれは、やばいよ。うーわ、時代よ、おおお、うーわ、あーすごい、ちょっと見ていいですか。うーわうわ、ちょっといいですか。あーいいですね、このなんだ、新築感、あーこの工事現場の香りみたいな。はい、うわー素晴らしい出来。うわ、こんなマントだった、いや絶対違う、見てくださいこのマント。そしてまずこの、うーわやばいっす、やばいっすね。こんな感じでございます。うわー、いやもうなんかね、アンティーク、もう骨董品みたいな感じですね。うわーすげーな。正直ですね、リペイントなんて自分でねちょっとやればできるかなって思ってたんだけど、これは無理。これをちょっと差し込みますね。まずこの胸筋あたりのこの立体感、これ削ってないけども立体感がめちゃくちゃすごいですね。あと腰の部分のこのパンツのシワもえぐいですね。塗装がね、古びた感プラス漫画的なこの立体感やばいですね。あとキーチェーンじゃないか、もうこれなんていうの、これプラスチックなのにこれさ、金属感めちゃくちゃすご。そしてもう服のなんていうんだろうな、この元のやつはピンクみたいな、いやこの造形自体もめちゃくちゃすごいんですけど、濃いな、ロジャー。ゴールディーロジャー。胸の金ピカの部分、ここね、この金ピカの部分も、いい意味で年季の入った。はい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 。これはずっと見てられますね。うわぁ。うわぁしか言ってないですけど、うわぁ。この靴の部分のこのシワ加減。やば、これはちょっと大切にしますわ。靴の部分につけて今後飾らせていただきたいと思います。もうねこのフィギュアケースの中心だね。というわけでですね、うーわ、松下さんなんです、到着しましたって DM を返しましたらですね、パソナド大丈夫でしたかとですね、もう心配していただいてありがとうございます。全然大丈夫でございますね。というわけでですね、この5000円のキャンペーンはですね今終わってしまったんですが、いつでもですね依頼可能というわけでですね、リペイント内容としてはエアブラシでのシャドウ&ハイライト塗装、汚し塗装、アンティーク含む、まあ、特殊なものに関しては上がるそうですね。他にもジオラマ制作やフィギュア修理も、まあ、大相談というわけですね、やっている松下さんですね。うわー、いや絵になるな。やばいっす。
はい、というわけでですね、この監督らもですね、自分が大好きなものを徹底的に紹介していきたいと思います。まあ、最近はですね、アニメ系とかこういったね、フィギュア動画も今後ね、どんどんと出していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではまた次の動画で会いましょう。お金貯まったら、もう2体ぐらいちょっと出しちゃおうかな。周りにフィギュアコレーターがいません。ただその主演、その、フォロワー500人気、お、渋い感じになっちゃってもらう、渋い、こう引くから、これ、こっちにいいの、サムネイル、サムネイル、